インコのの正ししい梅雨の過ごし方これから梅雨の時期を迎えます5月そして6月にかけて雨降りの日が多くてジメジメしますよね部屋の湿度は高いしカビも生えやすいそこで今回は正しい過ごし方を7つのポイントに分けてご紹介しますこんにちはきなこのお父さんです 1. 温度管理 乾燥対策。梅雨時期はかなり湿度が高くなります。室内の保温、そして乾燥対策に心がけましょう。加湿器や除湿器を使用して適度な温度を保つことが重要になってきます。湿度が60から70%になるように調節しますね。あまりにも湿度が高すぎる場合は除湿器を使用したり。 また換気を行うことで湿度を下げることができます特にインコの飼育スペースには湿度計を置いてね、常に適切な温度そして湿度を保つように心がけましょう 2. ケージの配置ケージは窓やドアから遠い場所にするね、こんな配慮をすると良いですよ窓際やドア付近は湿度が高くなりやすい場所も ありますかそしてそして寒暖差も激しい場所ですまたね家の中心暖かい場所を選びましょうまた日中気温が30度以上になる日も多くなってきますカーテンやブラインドを使用して直射日光が入ってくるのを避けましょう3通気と換気をするケージ周辺の風通し および換気これも大事になってきます適度に風通しを確保してたまには窓を開けて新鮮な空気を取り入れてあなたも愛鳥も気分をリフレッシュしましょうただし愛鳥には直接風が当たらないように工夫してあげましょうまた窓を開けっぱなしにすると特に夕方は冷え込みます窓を開けたままね長時間 外出、こんなことしないようにしましょう部屋の通気性を良くすれば湿気やねカビの発生を予防します窓を開けて換気を行い扇風機などで空気を循環させるなど対策をとりましょう4温度調整をする梅雨時期は気温の変化が激しい日が多いですインコのね体温は41度ぐらい人間とは異なりますね 鳥類の単葉に適した湿度を保ちましょう愛情が快適に過ごせるように室温の調整心がけてください5餌と水の管理をする梅雨時期は腐りやすいです常に新鮮な餌と水を提供する毎日交換するここが重要になってきます定期的に餌や水を交換して清潔な状態を保つようにしてあげてください 6. 病気の予防対策をする。インコは、湿度の高い場所では、呼吸器系の病気にかかりやすいです。きなこちゃんが副鼻腔炎になったのもこの時期でした。定期的に健康をチェックをしてあげましょう。また、獣医師の健康診断を受けることで、未然に病気が防げる場合が多いです。7. ケージの掃除をする。湿度が高い場所では、 カビや細菌の繁殖が盛んになります定期的にケージを掃除しましょう常にね清潔を保つようにするんです以上インコの正しい梅雨の過ごし方をお送りしました梅雨対策を講じることで愛情の健康リスクを軽減できます飼育環境と健康状態をよく観察して ご一緒に梅雨を乗り切りましょう。あなたは梅対策していますか